おととし8月からリニューアルのため休館している札幌市青少年科学館、4月のオープンに先駆けてどさんこワイドが一足早く潜入取材しました。完成した展示をテレビ初公開、一体どう変わったんでしょうか。多くの子どもたちに40年以上にわたって愛され続けてきた札幌市青少年科学館、この春新たに大きく生まれ変わるんです。また、スピード出てます。臨場感抜群のバーチャルスポーツ対決、そして最新技術を使った新感覚の体験に、あの名物展示もパワーアップ。一体どんな新機能が。オープン前にテレビ初潜入、リニューアルした札幌市青少年科学館の魅力を一足早くお伝えします。札幌市民に愛されているこちら青少年科学館がこの春大きく生まれ変わるんです。もう中はほとんど完成に近づいているということで、一足早くお邪魔いたします。現在はリニューアル工事のため、おととし8月から長期休館中なんです。こちらは休館前最後の営業日の様子ですが、この行列なんです。やはり皆さんに愛されていることが分かりますよね。リニューアルとともに姿を消す展示もあり、別れを惜しむ家族連れで大にぎわいでした。いざオープン前の館内へ、特別に裏口からお邪魔しました。こんにちは。こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はよろしくお願いいたします。ご案内いただくのは広報担当の高橋しおりさんです。今回のリニューアルではどれぐらい入れ替わるんですか。はいはい、展示室の4分の3ぐらいが入れ替わりました。結構ですね、はい、ほぼリニューアルっていうかもう全部、はい、そうなんですね、はい、完成にはどれぐらい近づいてますか。ほぼ完成に近いかなと思います。ほぼ完成、はい、リニューアル工事の後の展示室にはテレビ初潜入です。一体どんな出来上がりになっているんでしょうか。はい、おーもうほとんどやっぱりできてますね、はい、すごい広いし奥までずっとなんか明るくて、はい、可愛らしい雰囲気もちょっとありますね、はい、あーいい感じだ。こちらはリニューアル前の2階展示室です。宇宙空間を疑似体験できるアトラクションに、音や光をテーマにした展示などが並んでいましたが、こういうのも楽しかったんですけどね。新たなリニューアルでは雪や氷に関する展示エリアを大幅に拡大したんです。2階全体で私たちの暮らしに身近な雪ですとか環境について学べるエリアにしたいなと思ってリニューアルしました。コンセプトは見て触れて考える北国の暮らし。エリア中央に新登場のスノードームシアターが、ここでは体の動きを投影したアバターで雪の結晶を拾い集めるゲームが楽しめます。さらに奥へ進むと、はい、こちらはですね、ウィンタースポーツのスケルトンの動きを通じて科学が学べる展示になっております。スケルトン、鉄製のそりにうつ伏せで乗り込み、氷で作られたコースを滑り降りるウィンタースポーツのスケルトン、氷上の F1 とも言われていますよね。これで科学を学ぶことができるんですか。こちらではバーチャル映像と重心の移動を感知する特殊な台で疑似体験ができるんです。これ台が 1,2,3 4つあるってことは同時に滑ることができる。そうですね、対戦ができる。はい、そうくると思って館内で一番得意なスタッフを用意しております。そうくると思って読まれると思って相当スピードが速いと。はい、この館内で一番のプロフェッショナルでございます。それを自分でおっしゃるっていうのは相当な自信がありますからね。というわけで運動は苦手な私なんですが、館内最強スタッフの半田さんとスケルトン対決をさせていただきました。よいしょ。おお、緊張感が高まってきたぞ。やりますよ。勝ちます。えい、こうしたらいいんですかね。あ、なるほど、なるほど、また、スピード出てます、お、いい感じ、すごい、結構迫力ある。す
すごいですね、コースが迫ってくる感じ。大石さん目回っちゃう。大丈夫ですか、よくない遠くで見るとちょっとおかしな光景なんですけれども、臨場感がすごいんですよね。そうでしょうね、これ。あれこれ、あれですね、本当モニターなんですけど結構な迫力ありますね。風を浴びてる感じ。果たして熱戦の行方は全然スピードが出ない。バウンドしてしまう。止まりました。私止まって、ゴールしてる、ゴールしてる。嘘、勝ちました私は負けました。完全に負けました。どうやったらうまくいくんですか。はい、コツは体重移動でして、カーブの時に左右にうまく体重移動するとうまくゴールに向かうことができます。体の全身を使うから熱くなる。これは子供も楽しめますけど、大人も夢中になれるかもしれませんね。完全防寒しております。着替えてまいりました。今から私この奥の部屋に行くんですけれども、ここの気温っていうのがこちら 30.1 度、これプラスじゃなくてマイナスなんです。氷点下30度の世界を体験できるという部屋なんですよね。こちらもリニューアル、寒冷地を疑似体験できるという低温プレイグラウンドです。これまでは氷点下10度を体験できる部屋があったんですけれどもね、はい、ここは真夏に行きたいですね。その奥に氷点下30度を体験できる部屋が新たに加われました。より低い温度で、いざ極寒の世界へ。氷がずっと額に当てられてる感じ。どれくらいか、どれくらい寒いかお伝えするために定番ですが、濡らしたタオルを振り回してみました。あれ、固まってます。おお、固まった。もう湘南の風ごっこできないじゃんわずか30秒ほどで凍ってしまったんですが、もっと驚いたのが、見てください、水分ついてるとこうなっちゃうんだ。そうなんです、私の髪の毛が一本一本が凍ったんですよね。私はほっといても今こうなってますけど。あ、そうですか。色の問題です。この部屋は実演をしようと思っていて、こういったタオル回しの他にもマイナス30度の環境だからこそ体験できる実験を考えているところです。耳がですね、本当に痛くなってきたんで、痛い。出ますか、そろそろ。そろそろ出ましょうか。なかなか長時間はいられないですね。そうですね。すごい、これ寒い。いろんな実験楽しみですよね、はい、さらに雪氷エリアの奥へ進んでいきました。こちらは北海道の気象ですとか気候について学ぶことができる環境気象エリアというゾーンになります。ちょうどあちらで何人か作業されてますね、はい、そうですね、職員が準備をしているところです。そうですか、すみません、失礼します、はい、こんにちは。ごめんなさい、今されてたのは何ですか、はい、あ、はい、今はですね、この展示物がどのように見せればお客様によりわかりやすく伝わるかをみんなで検討していたところです。そうなんです、はい、皆さんはどんなスタッフの方なんですか。はい、展示室の解説員をやっております。あ、実際に教えてくれるんだ。そうなんです、オープンまでの期間中、この館内では解説員の皆さんが一つ一つの展示を何度も繰り返して自ら体験されているんですよね、はい、これによって細かい操作方法はもちろんなんですけれども、解説のポイントなどを確認し合っているということです。今カーリング体験もできるんですか。そうなんですよ、これブラシで。頑張れ頑張れ。あー、すごい進化してる。こうやって打ち合わせをするっていうのは結構入念にされるんですね。だいたい1ヶ月くらいかけて、はい、行っています。準備を重ねるからこそようやくオープンにつながるわけなんですね、はい、でこの解説員の皆さんがあることを試していたんですよ、これなんかすごい、この展示どういう仕組みなんですか。砂かなんかなんですか。そうなんです。あ、本当そうなんだ。電源を切っている段階なんですけれども、はい、白い砂なんですよね。でこれが目が細かくてですね、すごく触ったら気持ちいいんですけれども、これ電源を入れてみると、あら、山と川が現れて、これ特殊なカメラがあって砂の高低差を読み取るんですよね。で砂を掘ることで自由自在に地形を作り変えることができるということなんです。よくできてますね。続いて向かったのは3階の展示室。こちらは札幌バックステージといいまして、札幌で働く乗り物について学ぶことができる場所になっています。なるほど、は
開館当時から40年以上展示されている名物の地下鉄。ハンドル操作でゴムタイヤが動く様子も再現されていて、長年子どもたちから大人気です。東西線の実物車両が使われていて、開業時には大掛かりな搬入作業も話題に。今ちょうど点検作業、整備作業されていますね。札幌の地下鉄のこのゴムタイヤをこの距離で見られるっていうのは、リニューアル前もこれはもう一つの目玉でしたよね。そうですね。リニューアル後も楽しめるということですね。はい、さらにパワーアップして展示される予定です。パワーアップする？はい。何がですか？新しい機能が加わるんですが、ちょっと今日は保守点検をしているので残念ながらお見せすることができないんです。この日はリニューアルに向けた車両整備があり体験はできなかったんですが、実はこの作業員の皆さんは現役で地下鉄の整備をやってらっしゃるプロフェッショナルの方。あ、じゃあこの時のために来てくださった。そうなんです。あの本物さながらの整備を実際にやってるんですよね。そうなんです。まあ、パワーアップしたっていうことなんで展示がちょっと気になるところなんですが、スタッフが後日取材に伺うと、運転席を覗いてみると窓に映っているのはバーチャル映像。お待たせしました。新札幌行き、まもなく発車いたします。ハンドルレバーを実際に操作しながら運転の疑似体験がリニューアルしてできるようになったんですね。これ実際の車両を使ってますからね。東西線のひばりが丘駅から新札幌駅までの区間を想定していて、実物さながらに走り抜けることができるんです。採点機能もついています。あらら。さらにこの地下鉄の向かい側には歩道用の除雪車で、今回新しく入った展示物になります。これは本物ですよね。はい、実際に札幌で動いていた車両を展示しております。そうなんですね。はい、早速運転席へ。お世話になってるもんですからね、これ、うん、ちょっとこう年季が入ってる感じもあって、そうですね、活躍してたんだなっていうのが分かりますよね。こんな感じの視点なんですね。こちらも映像を使った運転の疑似体験が可能で、操作に合わせてオーガと呼ばれる除雪の刃も回転するんです。3階も大きく展示が入れ替わった今回のリニューアル。これはもともと何のフロアだったんですかね。この辺りは昔はロボットのコーナーがありました。今は遊びながら科学の仕組みが学べるサイエンスパークに生まれ変わりました。そうなんですね。はい、でもやっぱりちょっと目を引くのがあちらなんですよ。はい、この大きな口ですよね。そうですね。こちらは体の仕組みを学ぶことができるボディアドベンチャーという新しいコーナーになります。歯が立派ですよこれ。じゃあ中入りますね。食べられました。今中に入ってったら、ここは胃だ。これは自分が食べ物になったという視点で中を通っていくと、消化や排泄までの流れが学べる展示になっています。なるほど。じゃあもう自分がもう本当に食べ物となって、どんな感じで体の中を進むのかが体験できる。はい。おお、なんか象徴っぽい感じの雰囲気。これ迷路みたいになってるんですけど、なんか至る所に見てください。これなんか数字がここ200って書いてあるんですけど、結構この中に数字が書いてあるんですけど、何の数字なんですか？体の仕組みにまつわる数字をクイズ形式でいろんなところに散りばめているので。今私たちは大腸の中に入ってまいりました。はい、ここにもすごいたくさんの数字が1、10、100、1000、10万、100万。あれ、どれぐらいの数字なんですか？これは100兆です。100兆、はい、100兆。これもでも体の何かに関する数字なんですよね。そうですね。何なんだよ100兆。さあ、ここで問題です。体にまつわる100兆というすごく大きな数字ですが、一体何か分かりますか？なんかよく、なんかね、あの腸っていう数字を言うと、なんかほら、あの乳酸菌じゃないな、なんかこう体の 細胞とか菌とか、なんかそういうことですかね。腸内なんとかください。はい、正解は腸内細菌の数でした。正解です。そう、はい、こんなにあるんですか？そうなんですね。100兆の100兆ってこれ銀河系の星の数よりも多いっていうことなんですよね。びっくりしましたよね。でこの他にも
体の動きを骸骨が真似て動く新たな展示、スケスケボディダンス、福永さんの I love you をやったらこんな感じになります。投げキスする骸骨、面白 い、 いやこういうのいいですね。斬新。そして青少年科学館といえばサイエンスショーも大人気ですが、こちらもオープンに向けて準備が進んでいます。どんなショーが実現するんですかね。まだ4月に向けて準備中なんですが、皆さんに楽しんでいただけるようなショーを考えているところです。はい、そんなサイエンスショーの準備の裏側ちょっとだけ覗いてみます。準備室にはショーに使う何種類もの薬品が並ぶほか、学校の理科室さながらの実験器具も。リニューアルに向け新たなショーも挑戦中で、内容や見せ方を試行錯誤する日々が続いているそうです。弱い方の光はあまりやっぱり見えないんですね。これでどうでしょう、思い方です。だいぶ見えるようになりましたね。オープンまでいよいよ1ヶ月半ほどとなりましたけれども、はい、今お気持ちとしてはいかがですか。そうですね、長い間休んでいたので楽しみに待ってくださっている方が多いと思いますので、幅広い年代の方に楽しんでいただけるように最後準備を頑張りたいと思っています。本当に今日1日見て思いましたけども、はい、パワーアップしてますね。ありがとうございます。存分に本当に1日中楽しめるような、はい、そんな施設になったんだなと感じました。はい、リニューアルオープンの日にちですが4月1日月曜日ということです。今回は展示の4分の3が入れ替わるんですけれども、人気のプラネタリウムはリニューアル後も変わらず楽しむことができるということで、かなりパワーアップしています。まあ、4月の話になりますけど、でもなんか週末ね、お子さんとどうですかって言おうと思ってたんですけど、大人が行きたい。そうですよね。そうですね、特になんかこうより北海道とか札幌のことが学べるような印象もありますよね。うん、今後はパソコンやスマートフォンを使ったオンラインの予約も可能になるということで、予約サイトは3月中旬に公式ホームページ内に開設される予定です。オープンが本当に待ち遠しいですよね。